家借りようと思って両学長の動画をゴリゴリに見てから勉強して、さあおい仲介手数料いったんぞと、契約事務手数料そんなん払わへんぞみたいなね感じで、もうゴリゴリの気持ちで行ったったんですよね。まあこれもう 1,2 ヶ月前の話なんですけど、東京都内の不動産屋さんに、でまあこことここ見させてくださいつって見に行って、あよかった、そこにしようつって決めて、だいたい見積もりいくらぐらいですかねつって出てきました。さあここでもう思いの通り仲介手数料1ヶ月分ドーンみたいな、事務手数料意味わからん2万ぐらいバーンみたいな、抗菌剤ドーンみたいな、消臭バーンみたいな感じになってて、おい来た来た来たみたいなったんすよ。いやいやいや待ってくださいと、借りる人が半分、オーナーが半分、トータル1ヶ月が正当な取り方じゃないですかと、決まったと思って言うわけですよ。したらね、向こうがね、いやそうなんですけど、もうそれを皆さんによく言われますしみたいな、それでもやっぱりオーナーさんがそう言ってて、まあ管理会社もそれに準じてますし、僕たちやっぱお金もらわないとまあ生活できないっていうこともあって、もう仕方ないですけど1ヶ月分いただいてるんですよねみたいな、1攻めたら2倍3倍のディフェンスで返されて、で、なんかちょっとなんか泣き落としみたいなオーラも出されて、なんかもう器用な僕には、もう耐えきれへんというか、あ、まあそうっすよね、みたいな、商売ですもんね、みたいな謎のかわし。逃げるのもダサいけど知ってます感出すっていうね、感じになって、んで、契約手数料か。まあこれももう管理会社が言ってるんで、みたいなとか、協力的じゃないこともないんですけど、言いなりなんですよね、管理会社とかオーナーの。交渉することはできます、みたいな風に言われて、で、結果、何やったかな、抗菌みたいなやつ、それが1万5、6000円したんですけど、まあそれだけ外してもらって、あとちょっと、その、入居日が伸びたみたいな。いや、まあ俺のこの田舎の感覚からしたら、入居日ぐらい合わせてくれよ、みたいな。こっちの都合にと思うんですけど、まあそれはいいとして、で結局トータルで45万とかそのぐらいいったんですよね。で高いなとか思ってたんですけど、まあその時はそのエリアでその家に住みたかったんで、まあ渋々申し込みをしましたと、申し込み金みたいなのも払いましたとでなったんですけど、まあこういろいろと理由があって、結局そこにやっぱ住まないでおこうみたいなことになったんですよね。不動産屋さんにキャンセルしたいんですっていう風なのをお願いして行ったんですね。で、こっからがメインの話なんですけど、で、そうしたら、不動産屋さんが、いや、そしたら、仲介手数料も半額でいいんで、みたいな。半額でいいんで、契約してくれませんかね、みたいなって。いや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 、やったら初めからそうせえと思って、なんか、ちょっとイラってして、もう絶対いいわと思って、契約をせずに、お金、まあ、申し込み金も返してもらってっていうところで、ここで学んだんが、知識武装でと、メールでやり取りしてとか、そういうふうなこと言うんですけど、やっぱりどうしても難しい場面だったりとか、まあ、性格的にね、優しかったり弱かったり、僕とかはそんなにこう、ぐわーって言うようなタイプでもないんで、で、やっぱそういうふうに1言って2、3のディフェンスされたら、ちょっと折れちゃうんですよね。そういう人はもう、ちょっとリスクあると思いますけど、最後の一撃で解約しますと、ちょっとブラフ打ってみるというか、他のとこだったら手数料半分でっていう風な話を出してもいいかもしれないんですけど、まあそこはね、じゃあいいですって言われて解約になるとかあるのかもしれないので、これが奥の手の奥の手なんかなと思いました。次借りるときはちょっとそれぐらいがめつく言ったって、もうこう、まあ向こうがね、そもそも1ヶ月取ってくるっていうのがなんかおかしなことやと僕は思うんで、僕みたいな弱い系の人は最悪の奥の手で使ってみてください。はい。バイバイ。